へへへ TV。 結構間が空いてしまったが、武家屋敷の後の話だ。遠くに広がっているのは七尾湾だ。さっきまで大雨警報が発令されていたが、嘘のように感じるぐらい雨はすっかり止んだ。さてそろそろグルメを堪能しよう。元祖金沢カレーのお店、チャンピオンカレーでお昼をいただいた。ごちそうさま、リミ。藤口博信美術館にあるおしゃれなカフェにお邪魔した。3ヶ月半前のことなので正式名称は忘れた。なんとかショコラだったような。味は絶品なスイーツだった。夕飯には富山ブラックをいただきにラーメン誠屋にお邪魔した。メニューには富山ブラックという表示はない。醤油ラーメンイコール富山ブラックだ。とても濃い富山ブラックを感じれるラーメンだった。もちろん美味しさは二重丸だ。ごちそうさま。夏休みも今日で終わりだ。お世話になったホテルを後にする。悲しいがすでにキロに入っている。あるものを食べたくてサービスエリアに寄った。どうやらターゲットはあるようだ。白エビの唐揚げが食べたかったが、白エビの天ぷらしかないのでいただいた。もちろん美味だ。続いて、名立谷浜にも寄った。もうちょっとで上信越道に入るので、日本海を見ておきたかったから立ち寄った。続いて道の駅でパック寿司ランチとした。無論美味しかった。悲しいがもう少しで北陸道から上信越道だ。だんだんと現実に近づいている。旅の終わりという喪失感を感じながら北関東へ帰るへへへであった。へへへ TV。